3、2。アメージング講座。さあ始まりました、はい、ね、ではではまずはメンバー紹介からまずスタートしたいと思います、まず私からユニット K ターキーです。あ、比嘉義弘です。はいはい、 F の中松です。はい、あ、久高正元です。はい、今日はね、久高さんに最初からね入っていただいていろいろとお話もお聞きしたいと思うんですけども、はい、ではでは、ね、今日も、メンバー紹介した通り今日は私どもの菅も、久子さんも今日はお休みです、うん、なので4名で頑張っていかなきゃいけませんね。4名、僕は途中で逃げるよ。あ、そうなんですか。はい、いてください。明日の、ね、あの組まないといけない。了解です。はい、一人でもみんな頑張れるよ。はい、一人一人いなくなっていく。やめてくださいよ。まあこんな感じで進めていきたいと思います。はいはい、ではまず、はい、最初に、ね、FM 小田向かいのミュージックバー F の今週のライブ、ね、告知いたします。まず、これはそうですね、あ、トムさんからスタートですよね。西日中さん終わってケイもなくて、あ、22日の吉郎さんからだよ。あ、そうですね、失礼しました。今週のライブは、あ、そうか、まあ、そう、あ、失礼しました。新聞の日のね、はい、新聞の日の22日あさって木曜日、はい、はい、そうですね、まあ、いつものごとく、うん、はい、これから紹介される東修郎定期ライブということで、うん、21時スタートの20、あ、21時、オープンの21時30分ライブスタート、うん、ライブチャージが500円となっております、うん、ね、これは定期ですのでね、また選手も楽しかったですもんね、まあ、いつも楽しい、まあね、毎週毎週楽しんでます。はい、もう客いてもいなくても、うん、あれって感じで楽しく、まあ、ね、来た方がいいよってことね。はい、はい、では、翌日の、23日金曜日、トムさんライブですね、はい、こちらも21時、オープンの21時30分スタート、はい、ライブチャージが500円となっております。そして、土曜日24日土曜日、こちらの方は、ペーターライブということですね。まあ、ペーター、あと俺、タラちゃん3人でやるみたいな感じだね。はい、うん、それがいいでしょう。うん、なんか今日はね、音源もなんかありますので、うん、まあ、先々週もね、はい、ちょっと2曲ほど書きてなんだけど、まあ、ペーターは北海道札幌在住のミュージシャンで、はい、まあ、ギターも素晴らしい音色してるし、うん、まあ、うまいし、歌も優しいし、俺とはまた違う味があって楽しいんじゃないかなと思って、うん、楽しみですね、うん、はい、こちらの方が、いつもと違う19時30分のオープン、うん、で20時スタートということですね、うんうんうん、でライブチャージが1500円となっております。だから、毎週木曜日っていうのは9時半からやってるんだけど、そうですね、まあ、今回は、まあ、土曜日ちょっと、はい、まあ、俺としては一つのイベントってみたいな感じで売ってますので、はい、8時からやろうということで、時間のお間違いのないように、はい、19時30分オープンの21時スタート、うん、1500円となっております。はい、以上が、今週 F のライブでございます。うん、まあ、今週もあれだね、たくさんのミュージシャン、はい、もう、うん、まあ、俺から始まって、そう、助かってますよ、木金土と2人ですね、うん、いいぐらいだよな、木金土、はい、360人で月曜日から日曜日までずっとあるよりは、ね、火曜日はアメージングこそラジオで聞いて F に、うん、で水曜日はね、はい、今夜も F から聞いてまた F に来てもらえば、はい、で木曜日は東吉郎さんから始まるとそうだね、いい流れで、うん、はい、じゃあ ではここで、CM をお願いします。アメージングこそ番組スポンサー、県産本土産新鮮な海産物などを集め、オリジナルの手作り料理をご提供いたします。食いどころ飲みどころとの間、沖縄市330沿いパーカーベニュー入口近く、電話 098-929-3556、 カラオケ、ダーツ、卓球ありの楽しいお店です。バブヤーもいます。ミュージックバータイガーアイ、沖縄市上地1-12-6、琉球三菱自動車左裏。中古新品タイヤ交換、価格なら負けません。在庫多数あり、ネマ商店、沖縄宿保田
1-9-30 富士店舗1階山里交差点普天間向け左。安全安心、鳥の幸せを追求した鳥牧場です。愛情卵のタサトファーム、中城村阿佐荒垣487番地、電話 090-3796-4817。 髪を切るならここで、確かな技術であなたをスタイルアップ。カットのみ1000円。髪切りや次男坊、うるま市田場1809番地、前原高校正門斜め向かい。お部屋の内装、クロス張り替えなど、リフォームのことならお任せください。諸見内装、宜野湾市宜野湾、1-19-39。電話 090-1878-7134。重機はもちろん、重いものから何でも運びます。比嘉重機、読谷村木那317番地。電話 080-3949-8860。 中古から新品まで何でもあります、探します。まずはお電話ください。リサイクルショップ、ビッグ、宜野湾市荒ぐすく 2-9-8-098-893-1157。 以上、各社のスポンサーでお送りします。
ペーターさん、うん、そうですね、ペーターさん、ペーターね、今度24日俺と一緒に F の方でライブあります、はい、まあ彼はもう沖縄入ってるんだけど、あ、そうなんですね、うん、まあ今日は那覇あたりでやってるんだけど、はい、最初にはまあ宮古でやって、うん、なあして本音してね、今まあ土曜日に小座来て、小座で2箇所、はい、まあ F その翌日フォーク村でやるんだけど、はい、まあ彼はもうずっとね、うん、もうミュージシャンツアーっていうか、ツアーバンドじゃなくてツアーミュージシャンっていうのか、はい、もうあちこち行って、あの沖縄入る前はずっと、うん、あれじゃないか、四国の方にいたんじゃないかな、うん、四国関西あの辺で、それかまあ住んでる場所がどうしても北だから、はい、北海道だから、ええ、一旦出てね、そういうふうにあの旅をしてもう、うん、なんかしたみたいな感じだけど、でも全国をずっと回られてるってことですよね、うん、うん、まあまあ沖縄ツアーが終わったら一旦俺は、あのペーターは一旦北海道に戻って、うん、また向こうの北海道のライブをやるみたいな感じだけど、うん、でもまあ俺はもう二十数年ぐらい彼とも知り合って、その頃かな、あのまあ知り合ってまあ 1,2 年ぐらいしてすぐ一緒に北海道で一緒にあの歌い回りませんかって誘われてね、うん、言ってまあ結構もう楽しい思いをしたっていうか、うん、まあなんか対照的ですよね、そうですね、うん、さんとだからいいのかもしれない、うん、まあまあそうだね、まあ客まあなんていうの、なんか カラフルではないんだけど、あのちょっと対照的だから、まあ俺はもうあのガラガラ声して、向こうは爽やかな声して、なんかあの地域性が分かるなみたいな感じなんだけど、うん、いやでもそのペーターがまあ、久しぶりに去年もあの F には来たんじゃないかな、まあ、F ではもうおそらく 3,4 回やってると思うんだけど、うん、まあ、まあ俺がいつも F を、ね、ホームグラウンド的に使わせてもらってるから、はい、F の空間を、うん、まあ、俺の友人が来れば北海道から来れば F、うん、関西から来れば F、関東から来れば F っていうみたいな感じで選んでるんだけどね、はい、まあこれはもう俺好みで F のあの場所は、はい、あの空間はいいですよね、でも、うん、俺は一番今やりやすいかなと思ってやってるんだけど、うん、あのまあ全国あちこち俺らもライブハウスとかその専門ではないんだけど、もうホールとかめったにないから、
ライブハウスは全国ライブハウスって割と似てるんだよ、ああいう作り、うん、あのやっぱりあの照明の見栄えがユニクロで、はい、あの囲ってやるっていうのは、うん、まあ、大体似てるんだけど、うん、まあ、それでやりやすい場所とか、うわこっちは合わないなっていうのもいろいろ出てくるわけ、うん、まあ、これは何なのかな、まあ、その空気感なのかな、この店が出してる、うん、あるかもしれないですね、うん、まあ、それでまあまあまあこの最近はもうずっと F を 5,6 年使っているような感じだけどね俺は、うん、まあでも、まあ、ペーターも言ってたよ F はやりやすいって。あ、そうですか、うん、なんかね、声楽久高さん、はい、またなんかいかがですか今聞かれて。なんですか、いかがですか、うん、いやペーターさん、あ、いいなと思いました。素直な声だなと思ってて、うん、やっぱ聞いてて透き通る感じですよね、無理なくやってる感じですよね、うん、だからあれよね、証言とはもう全然違う、はい、だからまあ俺らはもうなんかオリジナル作って、うん、まあ、自分の世界しかといって、ね、証言さんの証言はもう、うん、なんていうの、まあ、クラシックで、なんていうの、その伝統をどんだけ守るかっていうか、うん、はい、もうその辺の違いね、まあこれはまたね8時半後に、うん、そうですね、証言コーナーというか、はい、やってやるんだけど、じゃ あ、 ペーターの曲もう一曲いこうか、何だったかな、何をリクエストしてかな、あ、ダンスダンス、まあ割と彼には珍しくてアップテンポの歌で、あ、そうなんですね、うん、じゃあ聴いてみましょう。
ね、ペーターの曲、ダンスダンス、うんうんうん、これはこの歌はあの関東関西何名かあの別のミュージシャンも歌ってるんだよね、うん、まあ何かアルバムに入れてるとかさ、はい、うん、そんな感じ。あ、すごいですね、うんうん、まあこのもペーター、まああの今日ね2曲かけたんだけど、この今日聴いてるリスナーの人でもしよければ、24日土曜日、俺と一緒にやりますので、うん、気に入った方は来てください、まあ、気に入れなくても来てくださいっていう感じだけど、うん、まあやります、はい、うん、素敵ですよね、ぜひ、うん、ぜひいっぱい来てほしいですね、いっぱいの方にね。まあ一応ね、まあ声はかけてるんだけど、まあフェイスブックもね、まあ、うん、まあ一回しかまだやってないから、まあ明日あたりやらんといけないな。うん、ちょっとちょっと今日いっぱいコマーシャルしなくちゃ。うん、いっぱいコマーシャルして、うん、いっぱい来ていただけるように。うん、ね、まあな、本当はあふれるぐらい来てほしいな。ね、爽やかだし、お声素敵。うん、でもまあこれはな、もう客はあの。その当日の蓋を開けてみないと何名になるかっていうのが分からんから、うん、これはもう俺、まあペーターもそうだけど、それの覚悟っちゅうのかな、もう割とみんなあの分かるんだよ、あ今日はあの多いなって、あ今日は少ないなっていうか、その辺のものっていうのはもう客の多かったらどういう風になろう、少なければどういう風にステージをパフォーマンスやろうっていうのは、まあこういうのはもうプロフェッショナルだから、はい、もうでもどっちにしてもどっちに行っても楽しい世界をやるっていうか、自分のパフォーマンスをやるみたいなところあるからね、うんうん、でもたくさんの人に聞いていただきたいですね、この素敵なね、うん、まあでもペーターはもう沖縄毎年買うようになって10年以上もっとなるから、もう毎年買うようになって、もう彼のあのやっぱりファンっていうのいるよ、あの県内でも、沖縄県内でも、まあ、那覇とか、まあ、その辺 ね、 なるほどね、今回何か所回ってるんだろう、十何か所ぐらい回ってるんじゃないかな、宮古回して、うん、まあすごいよな、やっぱりこんだけ回るっていうのも、うん、俺もあのたまに食べに出るんだけど1週間になったら帰りたくなるわけ沖縄に、いや2週間はもう長いなと思うし、うん、俺一回1ヶ月近く出たことあるんだけど、はい、もう辛くて辛くて、して1ヶ月近くやってやっと沖縄帰ってきたなと思ったら、その3日したらすぐなんていうの関西ツアーに出て、またやったらなんか沖縄帰ってないような、なんか本当に恋しかったよ、もうある時はやっぱり、うん、そう、うん、そういうものがあるから、まあでもだからペーターなんか、まあ彼はもう今北海道、今回の旅出て北海道の家から出てもうすでに1ヶ月近くなるんじゃないかな、うん、沖縄の前が四国、うん、四国だったから、まあ四国か、まあ四国関西回ってたんです、うん、して関西あたりから沖縄に来たっていう、うん、ただあの北海道は俺も去年か今年か行ったんだけど、あの直行便っていうのがないから、はあはあ、どうしてもあのどこどこ経由だわけ、そうですよ、ね、うん、だから俺はよくあの沖縄から関西行って関西で
何箇所ぐらいで歌って、うん、そこからまた北海道に行く、はいはいはい、帰りは東京寄って東京で何箇所ぐらいやって、はい、沖縄帰るっていう感じでやってたんだよね、うん、チョコだからそういう風に やるみたいな感じ、うんうん、チョコのと半日潰れちゃいますもんね。で疲れちゃいますもんね。まあもう要するにせっかくこの場所にいるんだから、うん、なんか、うん、あの歌っとあかんと、うん、なんかもったいないっていう感じするわけ。まあまあじゃあもうペーターの話はこれで終わって、今日のゲス、スペシャルゲスト、はい、でちょっと時間が少しあるので一応、そうですね、少し早いけどスポンサーさん行ってそれからじゃああれしましょうか、うん、じゃあコマーシャル、はい、コマーシャルしてからしましょう、ね、うん、はい、アメージング小座番組スポンサー、県産本土産新鮮な海産物などを集めオリジナルの手作り料理をご提供いたします。食いどころ飲みどころとの間、カラオケ、ダーツ、卓球ありの楽しいお店です。マブヤーもいます。ミュージックバータイガーアイ、中古新品タイヤ交換、価格なら負けません、在庫多数あり、ネマ商店、安全安心、鳥の幸せを追求した鳥牧場です。愛情卵のタサトファーム、髪を切るならここで、確かな技術であなたをスタイルアップ。カットのみ1000円。髪切りや次男坊。お部屋の内装、クロス張り替えなど、リフォームのことならお任せください。もろみ内装。重機はもちろん、重いものから何でも運びます。比嘉重機。中古から新品まで何でもあります。探します。まずはお電話ください。リサイクルショップ、ビッグ。以上、各社のスポンサーでお送りしました。アメージング講座、さあさあ、ね、後半となってまいりました。では、まずここでですね、先ほどお伝えしてなかったので、このアメージング講座、ツイキャスとユーストリームで配信しております。でこちらの方にもメッセージ送れますので、ぜひどなたか、今日まだないですよね、メッセージが、そしてですね、 FM 講座にも、メールアドレスございますので、 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp でも、受付しております。よろしければメッセージください。はい、ではでは、今日はですね、もう
はい、オペラ界のオペラ界のホープホープじゃないよ、もう大物よ。そうですよね、ホープっていうのはあれですか、ホープよ、もうベテランでしょう。そうですね、いやいやいや、失礼しました、うん、今日はね、ゲストさんもう最初から入っていただいておりますが、久高正元さんでございます、うん、ようこそ、はい、よろしくお願いしま す, す、ね、今日はオペラティックコンサートというね、はい、23日今月今月じゃないです、あ、10月ですね、失礼しました、10月23日ですね、うん、日曜日に、行われるので、それで今日は来ていただいて、そうです、はい、どうなのこういう、はい、まあ、なんていうの、ホールでのそのこれはオペラティックコンサート、まあコンサートホールでやる、まあはい、年に商業なんか年に何回ぐらいやるとかある？そうですね、ホールで実際、まあ、ホールでやるやつは年間で3本ぐらいあって、でこれこの企画っていうのはもう毎年やってるやつで、あ、そうなんだ、これでっかいんですよ、あの大きい企画でやってて、でもそんな感じで、まあ、ずっとやってますね、まあ、もちろんちっちゃいのもいろいろありますけど、まあね、まあ、もう俺の方からちょっと告知させていただく、オペラティックコンサート、10月23日日曜日、はい、会場15時30分開演16時、はい、まあ全席自由っていうことは早い者勝ちだな、一席は。そうです、うん、そうです、前売り券2500円、はい、まあ、当日は500円増しということで、はい、して場所は浦添市の手だこホール、大ホール。そうですね、うん、もうというかあれは、俺なんかもうそういう類のやつってもう全然、はい、なんていうの、知識ないっていうか情報も入らんし、うん、っていうの俺初めて、なんていうの、そのオペラやる人を目の前にしたのは証言が初めてと思うんだよ。あ、そうなんですか。うん、いや中にはいると思うんだけど、はいはい、いたと思うんだけど、なんか実際歌は聞いてないし、はいはいはい、なんていうの、まあ、要するに学生時代やっていたのかなっていう、うん、その程度にしかは、しか思ってないというの、はいはいはい、まあ、実際もっと本当はもしかしてバリバリやっているかもしれないんだけど、俺初めて当たるのはもう忘れんよ、小座村で、はいはい、俺ビール飲んでる時に、うん、まあちょこっとちょこっとあれじゃないの、カラオケ歌ってるの一人で来て、うん、歌ってるんだよ、はい、俺人のカラオケで、はい、涙流すっての初めてよ。いや、そうなんですか、うん、ありがとうございます。カラオケってもう大体スーッて左から右に打つ、どんないい歌でも、要するにあんまり、うん、まあ普通のライブとか、はい、生楽器とかでやってるのも結構あるんだけど、涙流すとか感動したら、はい、カラオケで初めて、うん、素晴らしかった、素晴らしいですよね、素晴らしかった、もうグーってきてね、うんうん、いやこれはもう多分ね、例えば、まあ、そういうクラシックの人っていうのはすごいもうその日に書きに、うん、なんていうの、 目標っていうか、はい、言うて絶対なんていうの、テンションを上げるようにやると思うわけ、うん、はい、あんなもんなんていうの、はい、じゃあいきなり歌ってちょうだいとか、はい、カラオケなんかでは本当はテンションはない場所ではあるわけ、うん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 、でそこであるんだけど、10月23日となればどのぐらい上がってるんだろうって、うん、そうですね、なんか、もう考えてみれば俺恐ろしいっていうか、はい、うん、もうそれが普通なの、まあ普通なんだよな、歌、はい、歌に音楽に向かっていく人たちっていうのは、そうですね、うんうん、そのに合わせてもう合わすっていうか、うん、まあもうスポーツのアスリート選手みたいな感覚だよな、そんなに合わせてね、テンション上げてってね、はい、本当に、うん、その時ですだからそれ持ってこないとね、はい、まあ、あれなんでしょう、もう体力 ないでしょう、絶対持っていかない限りは、もう、はいはい、体力大変ですよね、大変ですね、だからまあ普通に例えば飲み屋さんに行ってとか、うん、まあ、挨拶回りもやりながら、うん、でその中で例えば意外と僕って自分から歌いますってないんですよ、カラオケでも、うん、でも、まあ、行った先々で歌ってほしいとかってリクエストがあれば、うん、それ僕断らない主義なんですね、うん、まあ、なるべく断らないようにしようと思っていて、うん、
であの時も実はそういう感じで、ああそうか、でそれで、まあ、突然振られましたけど、うん、でもこれは一つまあそうですね、あいい機会かもしれないと思って、うん、機会を与えられたと思って、うん、じゃあって、うん、実際には本当に本番やるぐらいのテンションではないですよ、うん、そうでしょう、全然ないですけど、うん、でもその中でもじゃあ自分がどこまでやれるのかとかってあるじゃないですか、うん、その中で、うん、じゃあやりましょうっていう感じでやってて、でも意外とそういうのっていうのはクラシックの世界というか僕の周り、僕の師匠もそうなんですけど、うん、もう止められてるんですよ、あやるなと、あなるほど、もうこんなのバレたら、うん、まあ、このラジオで喋ってるんでバレバレじゃない、とにかくもう大目玉食らうんですね、あれなの、要するに、なんていうの、まあ要するに喉は使うな、はい、ものもあるし安売りはするなっていうのもあるんだよね、それもありますね、まあ要するにもだこれがあれよ、おそらく、まあ、日本とましては日本もそうだけど、まあ、沖縄もその、うん、そうだけど、どういうわけかね、クラシック界に対しては予算あんまりない、うん、落とさないんだよな、うん、はい、ヨーロッパってのはやっぱりすごいよな、まあ俺も絵を描いてるからあれだけど、はい、なんか画家とか、まあ、あれはまあ売れればなんだけど、特にクラシック音楽に関してはもうヨーロッパの予算中の半端じゃなくて、もうおそらくイタリアにいたらもうサイン攻めだろう、いやいやいや、そんなことないです、そんなことないですけど、まあただあれです、なんていうんですかね、僕が例えば思うのは、例えばこのいろいろジャンルの頑張ってる方がいるじゃないですか、でとりあえずとりわけクラシックで声楽ってなると、うん、やっぱ音大行きますし、そのレッスンなりにしても先行投資の金額っていうのは、う多分みんなびっくりすると思うんですよ、実際どんだけ投資してるのかって考えると、うん、でもそんだけ投資したとしても回収できないんですよ、できないのがほとんどです、あなるほどな、もうだから、でだから僕としてはいやもうちょっと皆さん興味持ってくださいみたいなところがあるの で、まあ、飲み屋さんに行った時とかに、まあ、こういう歌の歌い方もありますよっていうのを紹介できればいいなと思って、ちょっと身近に感じてくれればいいなと思うので、まあ、歌ったりするんですけど、まあ実際もで、まあ、難しいですよねこれはね、まあ、だから日本国内でも難しい、うんと思うし、そのクラシックの世界って、はい、これはあれよ、もう楽器やってる人たちもそうと思うわけよ、うん、俺の知り合いで、チェロやってる女性がいて、はいはいはい、やっぱりね、やっぱり小さい頃からもうやって、うん、大学出て、うん、もうそのどっかの学高級団に入ってもやっぱり食えなくて、うん、やっぱり次は東京にいるから、はい、そのスタジオミュージシャンをの絵でやってレコーディングの手伝いやってるみたいなのあるんだけど、はい、うん、それもどのぐらいまであるかっていうのが心配っていうことを言ってたから、うんうん、まあまあこれは、まあ、難しいですね、うん、これ考えればもう確かにな、もう今まで使っていた、うん、そのだ俺、まあ、この前も多分この番組でちょこっと話し合ってたのやったことあるんだけど、はい、クラシックの連中とかピアニストとかすごいと思うよ、うん、もうこの人たちは音楽は絶対話しきれんっていうか、うん、要は前も言ったんだけど、くどいようだけど入りやすい音楽ってやめやすいんだよ、はいはいはい、うん、入りやすい音楽、例えば俺なんかが中学時代の頃にギター小僧やって、もう周りもみんなわーってやるじゃない、うん、周りも俺もやりたいやりたいって、うん、してバンド組んだりとかなんとかだったら、はいじゃあ卒業と同時に、うん、あ、まあ、俺もうやめたみたいなところ、うん、もうだから入りやすい音楽ほどはやめやすいというか、してましては 3,4 歳からクラシックとかね、まあまあ小学校からやってる、うん、ピアノとかやってるのは大人になって音大出て、はいどうするかって言っても絶対したきりないと思うわけ、うんうん、じゃあ普通の OL になるかって言ったら違うって、うん、まあ強いてば、まあ、音楽の、まあね、教員になるとか、うん、それあるかもしれんけど、うん、でも
でそこで俺はあのその日本 の, その音楽界というかクラシック界っていうのは、学生終わってからの門がすごい狭いっていうか、あのなんていうの選べないっていうかね、あまりにもその産業がないんだよね。まあ、これがたあの苦労してる。だからもう みんなこのオペラティックコンサートを応援してやってちょうだいっていうのがその辺あるわけ。でこのオペラティックっていうのは通常のオペラとはまた、はい、あ違いますね。違いますよね。普通のオペ、いや例えばオペラっていう言葉あると思いますけど、うん、オペラっていうのはあの歌劇という意味があって、はい、要は歌芝居なんですよ、うん、その要は結局、まあ、ミュージカルみたいな、はい、物語を音楽で、紡いでいくっていうのがあって、うん、それが、まあ、オペラというやつなんですけども、はい、このオペラティックというのは、うん、その大きな例えばそのミュージカルみたいな、はい、あの装置があるわけでもなくて、うん、で、まあ、衣装はちょっとあの選びますけれども、うん、要はこのオペラ風という意味です、うん、オペラ風。でその中で各いろんな作品があるので、うん、その作品の名曲とか、はい、例えばいいシーンってありますよね。それを再現していくって、それを紹介していくっていう場、まあ、コンサートということなんですよ、ね、なるほど。まあスポットではないんだけども、はい、例えばこれはあれですよね、椿姫とかね。そうですそうです。椿姫よりとか、あそうか、要するに美人よりとかってあるので、のあれでどこどここれをやる、はい、あなので、オペラよくわからない人でもこの中で結構聞いたことある曲とかっていうのがたくさん出てくるので、まあ、オペラよくわかんない方たちでもいろんな曲が出てくるので楽しめるんじゃないかなと思いますよ。ぜひじゃあオペラティックをお聞きになって馴染んでほしいですね。そうですね。ね、そのきっかけにしてもらって、ね、はい、ぜひなんかこれはね、はい、例えばあの、まあ、歌い手っていうのかな、もう、はい、6名とか、まあ、他にもいるとは思うんだけど、うん、例えばあの始まる、はい、4時からでしょ、はい、4時に開演スタートして、はい、どのぐらいで終わるの？2時間？まあ大体2時間ですね。2時間、2時間、まあ、休憩挟むので、まあ、とりあえず2時半、うん、2時間半ぐらい見てもらえてればいいかなと思いますね。あ、きっと中身も濃いんでしょうね。濃いですね。ね、もう名曲ぞろいですから、ね、うん、うん、まああのね、私でもあの見ててなんか分かりますよ。椿姫、うん、蝶々夫人とかね、うん、はい、これトゥーランドットですか、はい、うん、ラポエム、道化師、はい、いろいろありますね。いっぱいいろいろありますもんね、うん、ぜひこれを機会にね、皆さんまずは足を運んでいただいて、はい、で、ね、今もあるようにやっぱり伝統っていうわけではないんでしょうけど、やっぱりあの沖縄のオペラ歌はすごいっていつも聞いてますのでね、はい、あの普通ですと日本全国から、まあ、こうオペラのコンサートをやるっていう形で沖縄だけでやるっていうのはすごいって、そうですね、聞いたことあるんですよね、はい、それだけすごい人材というか、ね、すごい人たち、ね、今伸びてますから、なので、ね、やっぱり沖縄のオペラ界もね、皆様こうやっぱり押し上げて、うん、はい、ね、ぜひともこの、10月23日、まあね、手田小浦添市の大ホールでやるんだけど、はい、チケットはどこで販売してるとかあるんですか？チケット自体は、うん、お問い合わせが、まあ、この事務局というのがあります、うん、声楽グループ創女という、事務局で、お問い合わせが 090-9784-2161 ですね、うん、090-9784-2161。あとはプレイガイドで流亡とか福原楽器フォーカープレイっていうのがあります。そうですね、まあ、近くでは福原楽器でも販売してるっていうのはあるし、ね、ここでは FM 小座ではないよな。ないんですけどね、先ほどともね、ありがたいというか、うん、ね、はい、5枚、このコンサートのチケットを5枚先着の方にですね、今アメージング講座を聞かれている皆様リスナーの方にプレゼントするっていうお話をいただいたんですよ。すごいですよね、5枚、はい、まだ一月ちょっとありますのでね、うん、はい、うん、でこのチケットは FM 講座さんに預かっていただいて、はい、で、アメージング講座を聞きましたっていう、ね、リスナーさん
に、あの先着で5名様そうです、私ねプレゼントできるっていうことですよね、はい、すごいですよね、まあ太っ腹だな、ねえ本当に、ねえこれまあ1万円2500円もするやつだからな、まあ、なもう、はい、もうそれはもう5枚って言ったらもう、うん、すごいですよね、ねえ、もうぜひともこのお気持ちっていうのもやっぱり皆さんにあの広く聞いていただきたいっていうのも含めてですよね、はい、うん、もちろんもちろんですよ、はい、で本当に皆さんで応援していきたいですよね、ありがとうございます、うん、はい、まあ、でもな、例えば俺なんかまあそのまあフォーク系というかブルース系やってるかもしれない、まあ、音楽はいっぱいあるんだけどもうやっぱりねもうそのクラシックを盛り上がってほしいし、はい、まあジャズもそうだし、まあまあ、芸術自体がみんな盛り上がってほしいんだよね、うんうん、もう芸術っていうか、はい、うん、それはもう盛り上がってほしい、まあ、それをそういうのを、まあ、芸術の島みたいな感じに作れば、うん、まあ、よくねあの舞踊とか、はい、島唄民謡でも言わなきゃ、うん、まあ、芸能と、まあ、舞踊のあれだけど、もうなんかそれも含めて全部芸術の島みたいな感じになればすごいだろうなって、それがもう発祥ではないんだけど、うん、世界的にすごい有名な場所になっていけば、うん、なんかいいだろうなって俺前々から思ってたんだけどな、うん、ね、今日はだからオペラティックのコンサートの一応、まあ、あの告知といいますかね、はい、なんであのもうちょっとお時間もあれなので、あの本当はもっともっとあの先ほどもねちょっとお話したんですけど、はいはい、例えば声楽、うん、あのがあるじゃないですか、であのボイストレーニングもくたくさんされてるわけですよ、うん、で そういったもの あのなんかちょっとクエスチョンというかね疑問があればあの、はい、お答えしますよっていう声かけもいただいたんですけど、うん、あのもし前もってですね告知をして、うん、でちょっと質問をいただいておくとこってやれば、はい、もう少しまた、あ、そうですね、うんうん、もしあの今日は急でしたので、そうですね、もっとまとまった質問が、例えばこちらに寄せていただいて、ね、でそれで僕がまたあのそれを受けて出てくるっていうのは可能なので、はいはい、でね、一月少しあるので、はい、まあ10月入って半ば頃でも、うん、でもいいですね、もう一度告知をしながら、はい、でそれの、まあ、声楽というかね、うん、まあ、ゲストで出て、はい、いただいて、なんかその辺もまたちょっとあの、うん、お話来たらまたいいですよね、はいはい、うん、なかなか身近にないじゃないですかやっぱりですから、はい、まあ、なので、うん、ぜひあのそういう時間持ちたいなと思いますのでね、はい、でそれと今年の、はい、カウントダウン、あ、そうなんですよ、の話もね、なんかされてました。先日ちょっと急遽決まったんですけども、うんうん、その今年のカウントダウンの時に、はい、フォーク村の方でちょっとそういうライブを、クラシックライブをやろうって決まって、うん、ね、でしかもその時に僕の、まあ、お友達なんですけど東京組の人がいて、はい、でまあソプラノの女の子、僕の後輩なんですけど、はい、女の子とピアニスト、はい、僕の同級生なんですけど、この2人をと、このあと一人テノールですね、うん、呼ぶんですが、このソプラノに関しては国際デビューしてる方です。あ、すごい。で、ピアニストは全国飛び回って超多忙な方です。うん、でこの二人を呼ぶ、本気で呼ぶってなるとすんごいギャラになるんですけど、はい、まあ、僕との関係があって、はい、僕の、まあ、お友達という関係があって足代は自分たちで出すと。あ、すごい。でこっちもギャラももう 2,3 万ぐらいしか払えんけどっつって、でもそれでも沖縄に行きたいし、僕と会いたいからっていうことで、じゃあどうせ来るんであれば何かやろうよっていうことで、その場所がフォーク村でやろうってなって。嬉しいですね。これはもう具体的に何時からやるとか決まったの？そういうまだ詳細はもう今からですけども、今から、うん、でもまあカウントダウンを挟む形でのプログラムの作り方になると思うので、多分まあ10時半とかそのぐらいからトークしながら始まっていって、でカウントダウンやって、そこからまあアンコールなり何かするなりして、他の形にまあバトンタッチしていくようなスタイルになっていくと思うんですよ。すごいな、なかなかないですよね。これすごいですよ、ね、普通だったらコンベンションとか借りてやらないといけないメンバーなんですよ、はい、これがそういうホールじゃなくて、まあ、なんかライブハウスでやっていいっていう、そうだよな。これって
まあ、正直東京でもないっす。あの多分あのこれ普通に知られる、あ普通に知られるっていうか、あのもういろんなスポンサーいるので、うん、分かると多分いろんなクレームが出てくるんですけど、あでも、まあ、僕とのいやプライベートの話ですからっていうことで、これは別に喋ってもいいしっていうことで、はい、今喋ってるんですけど、あ大丈夫なんですね、ちょっと心配してました。大丈夫です大丈夫です。ただこういうことがあの、小座でやろうっていうやつなんで、これはすごいことです。なんか詳細決まれば、ま、こっそり教えて。こっそりですか。なんていうのか、大体的に教えたら多分入れないんじゃないかなという心配もあるし、多分あの限定、はいはい、限定と思うんだよね、おそらく、はい、そこら辺もちょっと考慮しながらですね、だからあえて俺はこっそり教えて。非常にずる賢い性格だけど俺は。いやだけど、普通はあのホールでしか聞けないじゃないですか、うん、これを身近にね、うん、本当にライブハウスだと本当に目の前というか身近で聞けるじゃないですか。俺たくさん楽はずよ、あの鳥肌ものだと思いますよ。だって前回ね、うん、来ていただいた時に、あの本当に急にお願いしてここで歌ってもらったんですよ、うん、でその時もすごかったです、本当に鳥肌もんでね、これがねまたピアノも入ってね、はい、そうなるとすごいと思いますよね、うん、やばいっす。でも本当にこれはじゃあ次回にもまたその辺も含めてですね、はい、お話しいただきたいと思うんですけども、はい、まずはこのオペラティックコンサート、まず5枚ですねプレゼントでお出しできるということですので、うん、ぜひ FM 小座にアメージング小座を聞きましたっていうリスナーさん来られたら、先着5名様に、ね、プレゼントできますので、ぜひぜひよろしくお願いします。では、そうそうお時間なんですかね、うん、あ了解です。ではあの今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、でもう一度は、ね、チャンスをくださいね、ぜひお越しいただきたいですよ。はい、ありがとうございます、はい、いろいろと、はい、ではまずCM行きましょう。アメージング小座番組スポンサー、県産本土産新鮮な海産物などを集め、オリジナルの手作り料理をご提供いたします。食いどころ飲みどころとの間、カラオケ、ダーツ、卓球ありの楽しいお店です。マブヤーもいます。ミュージックバータイガーアイ、中古新品タイヤ交換、価格なら負けません、在庫多数あり、ネマ商店、安全安心、鳥の幸せを追求した鳥牧場です。愛情卵のタサトファーム、髪を切るならここで、確かな技術であなたをスタイルアップ、カットのみ1000円、髪切りや次男坊、お部屋の内装クロス張り替えなどリフォームのことならお任せください。もろみ内装、重機はもちろん重いものから何でも運びます。比嘉重機、中古から新品まで何でもあります、探します、まずはお電話ください。リサイクルショップビッグ、以上各社のスポンサーでお送りしました。なんか1時間あっという間でしたね。まあ毎回そう思うんだけどね。まあ、まあ今回また証言のはまあなんか俺の分からない世界のなんかトークもあったから、うん、まあ時間は早いよね。ね、うん、ちょっとなんかあの中が充実してるというか、うん、盛りだくさんというよりも充実したような感じでね。うん、ぜひね、まあでも本当にあのこれをきっかけにクラシックね、うん、あの。なんか不安になったっていうのを、ね、人が増えればね、はい、嬉しい、本当嬉しいですよね、はい、じゃあもう、まあ、あの今週はまたねあのペーターさん、うん、まあもう土曜日です、ライブもあるし土曜日あるし、土曜日 F でお待ちしてます、はい、皆さん、はい、うん、で、もう一度ねあのオペラの告知で、具沢さんには来ていただきますのでね、でもし、こうボイストレーニングであるとか、なんかオペラについてとかっていう、こう質問があればですね、ぜひアメージング小座に、いただけたら、その時にね、いろいろと、はい、あの、分かりやすくお話していただけると思いますので、ぜひぜひ。でも本当、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、また来週。ふるさとの言葉が心に染み、やうむきから差し
刺さるチームのまま。